こんにちは、ギャルーす。はい、どうも、こんにちは、たかしです。今日も元気にしようぜ。はい、今日はすげえんだけど、北斗の拳レジェンズリバイブやりたいと思いまーす。はい、それでいきましょう。お願いします。北斗の拳じゃ。そうなんです。なんか僕が好きってちょっと言ってたら、はい、来ちゃいました。すげえじゃん。いや、結構好きだもんね。結構好きよ、ね、本当に。たまに出るもんね。俺は全然わかんないんだよ。はいはい、まあ、もちろんちょろちょろっとは知ってるけど、まあ、今日はだから普通に遊ぼうかなっていう、はいはいはい、もうほんとそんな感じで。すげえんだけど、はい、すごいでしょ。わかる、これ誰か。わかるよ、ケンシロウでしょ。ケンシロウとラオウでしょ。おー、いいじゃん、それはわかる、それはわかる。いいじゃん、いいじゃん。ちょっとやってくよ、じゃあ、はいはい、すげえ。てか、絵めっちゃ綺麗だよ。今再び、伝説が蘇る、うん、すげえ、喋ってる。イエーイ。なんかもう全面監修なんだって、原先生の。やば。うん、だからすごいんじゃない、やっぱハイクオリティ。全面監修ってすごいな。うん、めちゃくちゃ綺麗よ、マジ。ほら、あ、すごいすごい。なんかめっちゃ項目あるね。ほら、死んでいる。触るとかっこいい。動くね、ほら。お前はもう喋ってる、死んでいる。ね、ほら、いいじゃん。何回喋らすんだよ。無数の敵の血を流しいい。あ、そうか、セリフが違うっすね。そうそうそう。じゃあ、もう普通に遊びたいんで、いいよいいよ、クエストいっちゃっていいですか。行きたい。ちょっと僕結構がっつりガチでやりすぎて結構なところ結構なんかもう結構やってんじゃん。結構楽しくなっちゃって、いやいや、こうストーリーとかを原作の何アニメーションじゃねえや、漫画っていうのは原作原影っていうの、原画か、あ、そう、それ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 、あれが入ってきてこうストーリーが流れてしまう、まあ、それ楽しくやったらもう結構いっちゃったんで今日はだからまあ普通に遊ぼうかなと思って、はい、よ。で、今日挑むやつは、うん、シンです。シン、あ、なんか聞いたことあるかも。シンっていうキャラなんだ。うんうんうん。まあ、多分もうぶっちゃけ楽しい、余裕で倒しちゃうから、うん、まあ、そこはもうちょっと許して、はい、よいよ。で、まあ、ちょっと遊びたいと思います、はい、いきましょう。見たい、バトルどんなんか見たい。すごいのよ。で、これね、ケンシロウだけじゃなくて、うん、いろんなキャラ連れていけんの。こいつすげえ知ってる、こいつ名前わかんないけど、ハートってやつなんだけど、ハート、ハートはこうやってね、めっちゃ腹をぶったたいて倒すんだけど、まあ、これだから敵をも連れていけんのよ、パーティー組んで。ほら、いっぱいいるでしょ。いっぱいいる。え、6対1なんだよ。そうすげえ、思ったより多かったもん。すげえいるじゃん。すげえ。で、ケンシロウと確かに敵っぽい人いっぱいいる。レイとかね、いるんですよ。あ、レイ知ってるよ。レイいいやつだよね。ヒャーって言います。ヒャーって言ってくれてない。言ってくるかな。待って、やってみよう、うん。で、これも普通にタッチしていけばいいんだよね、このゲーム。はいはいはい、いくよ、これタッチして、で、これ北斗七星、これタイミングよく飛んで、あ、エクセレント。北斗七星、あ、はい、あ、もう倒しちゃった。強っ。ちょっとやりすぎちゃって。いやいやいや、余裕評価 SS っつってみた。人間ではほら、いいでしょ、かっこいいでしょ。かっこいい、かっこいいんだよ。まあ、こんな感じでね、倒すの。まあ、これちょっと楽勝だったんで、ちょっと他のとこ行って。ちょっと一番最後の面行ってみるわ。いい、今出てる中でね、ちょっとバトル見たい。今もうワンターン系だったから。ちょっとやりすぎちゃって。やりすぎじゃん。めっちゃハマってんじゃん。結構強くなっちゃったから。一応じゃあちょっとこの一番、じゃあ今のところで一番上のやつ言ってみるね。はい、はいはい。じゃあギーンと。まあ、こんな感じでね、やっていくんですよ。必殺技も見れるから。見たい見たい。うん。ケンシロウ見たい。うわ、やば。怖っ、こいつ。こいつ強いんだよ。うわ、すげえすげえ。怖っ。でかっ。でかいでしょ。でかこいつ。で、これもデビルリバース。うわぁ、なんか言ってきた。あ、沈黙。やばい、やばい、攻撃できないね。攻撃できる、多分これ。あ、ほらできる、うん、ほら。で、これタッチしてくんのタイミング合わせてね。そう、キャラをタッチしてる。そう、で、これエクセレント出ると、お前はコンボを決めてやるんだね。こんな感じよ。うわ、やば。うわぁ、うわぁ、ほら、やばくない。風雪混合拳、イエーイ、バーン、強っ、お前。いや、お前がまず強いんだけど。ちょっとね、レベル上げすぎだよ。やりすぎちゃった。レベル上げすぎでしょ。検証の必殺技見たいんだけど。見たいんだけど、多分今できないかもな。あ、なるほど。まあ、普通にちょっと、まあ倒してくるから。ちょっと、余裕っぽいだよ。うん。ちょっと、いや、必殺技見たいよ。え、これね、倒したんじゃないの。ちょっと待って。今もしかしてこれ出せないのかな、沈黙だと。ちょっと待って。でも出せなそうじゃない？あ、待って、出せなさそう。失敗してる、攻撃。あ、倒しちゃう。いやいや、必殺技を見してよ。強すぎ、強くなりすぎて、必殺技見せれてないよ。じゃあ、ちょっと強いとこ行くわ、じゃあ。で、逆にその、パーティー弱くしてさ、とかさ、うん、例えばだけど。じゃあ、強いね。一応なんか、熱のクエストじゃないとこだから。いやいやいや、お前どんだけレベル上げてんだよ、お前。やりすぎちゃう。え、こんなことあんの？この、提供とかでやりすぎちゃって、レベル上げすぎちゃって、必殺技見せれないってことあんの？あんま見たことないんだけど、そんなこと。ちょっとこのチャレンジの、この、なんとも試練いくわ。
これ、これ多分強い。もう正直ここは負ける。もうだって戦闘力俺の方が7990でしょ。あ、本当だ。で一番いい字でも9500あるから。多分ちょっとこれ勝てないから。で必殺だけ見に行こう。見たい見たい必殺技見たい。でこれパーティーこうやって組んで。前列コースね。そうそうそう。こうやって組んで。あ、間違えちゃった。はいはい。こうですね。あ、すげえ。あ、そうやってパーティーを。そうそう。組めるわけですよ。で行きますと。でちょっと必殺技だけ見て終わろ。必殺技見れねえの。強くなりすぎて。なんか本当のケンシロウみたいななんかわかんないけどすんげえ強くてさザコアッターってやりすぎたやりすぎたアッターって倒しすぎて多分強いから強そうもうほらあーあいつんじゃんパート強いんですよあーもうこれ今奥義でしょ何いきなり奥義これ必殺技出せるんで誰から見たいこれケンシロウ見たいやっぱその味方の人たち見たいなケンシロウ見たいはいほらあじゃあ出た出たこれですよやばいやばいやばあ、知ってるこれ北斗百裂拳やばあ、全然強いじゃん強いんだから勝てないと思うここもしかしたらいやもうじゃあ一応今日全員必殺技見ようよじゃあ次レイレイこれは砕かれようとはぁなんと究極王断固総裁拳おぉほらすげえヒョーンヒョーンって言うんだよすげえあ、こっち全部でやれるまでそう今一応全部収まってるから言ってなんと無音拳なんと遠距離切り刻みすごいっしょシュレイいいでしょもうすげえじゃん結構勝てそう勝てそうじゃんこっちに全部必殺技使えば勝てると思う技名ねえのかそんなに強くないやつだからねもうここら辺はあこれでいいんですかねすげえな文字のあれが知ってるんですよよいしょーおすごいすごいで、まあ、じゃあ最後見てこいつ血見ると怒るからやばい痛いよ必殺技じゃないんだうわおすげえ強いでしょねいいねすげえこれオートモードもあるあーあーあーだめ今オートモードそうそうそうあ勝てんじゃないだってほら意外と勝てそうだ二人え結構倒してるけどいけんじゃん意外といけそうだね全然いけそうじゃないはい、いけそうだあ、すげえ、すげえ全然なったしねあよいしょあ、勝てそう結構やばいかと思ったけど全然いけんじゃんいけるねすごいすごいほら、これもいいでしょよくそれだからこれさっきのやつはオートでやってそう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 まあでも自分でやった方がほんまにあー、一応出しやすいんだ一応オートバージョンそうイエーイ商売悪いやつだからすげえジャギーンとコットじゃんやりましたすげえこんな感じ必殺技もあるけど奥義もあるわけあたたたたたたたそうそうサムザ欲しいけどまだね持ってないんだサムザを知ってるうんよしあすごいすごいまこんなんでクリアできたからせっかくだから引きますえ引きますかあガチャねあガチャ引けんの行っちゃおうよやば貯めといたから俺そのためにあ見たい見たい見たいちょっと一回ここで出るねうんこれガチャありますほらこれガチャあ、ほんとだ一応今あるのがこの2つかな10ドルガチャとうんだからこの右がいいさこれ右がいい右の方がいいうんでこれで欲しいのが出るかなって感じで10連いけんのまあ行ってみようじゃあ10連いけんじゃんいけますいきますああ誰出ない誰出ない誰が出るんだろうちょっと見てみていいうんあここら辺だあすごいすごいすごいこの辺はスーパーレア SR そうそう SR ねやっぱ SR 狙いだね SR かもしんないこの UR はまだ出ないもしかしたらまだ出ないかもしれないでまあここら辺がいいよねここら辺レイは持ってたもんねさっき結構持ってんじゃんこんなかもそうだからアミバとかいいね弱いんだけどねこれ原作だとあそうなんだシンはあジャギ知ってるこいつ超弱いからねあ弱い原作弱いんだケンシロウにすぐまあまあボコられちゃうね大体最後最後ね悪いやつなんだけどねこいつは確かジャギは兄弟かあのラオウとかああはい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 そうそうとかのね兄弟はいはいまあこれちょっと引くよじゃあいいよ行きまーすはいで持ってないですね持ってるやつ出るかもしれないなおおあすげえおおおおおなんか来た主人だったよおお持ってないかもライガーってやつかライガーイエーイリバイブゲットすげえそうそうこんな感じでリバイブってこの今回のタイトルじゃんそうそうそうでこれでゲットしたらこうなるとへえまだ終わってないからあまだ出んのさあ最後だよああれさっき持ってなかったこいつああ弱そうですねクラブはい持ってましたあなるほど持ってるとかのアイテムと当たるそうそう
でこんな感じでーす。はい、すごい。まあどうですか、面白かったでしょ。いや面白い、わかんないけど、なんかやっぱ見たいね、見たくなるね、このあれを。綺麗なの、絵が、本当に。はい、はい、ということで、北斗の拳レジェンドリバイブありました。あすごかったなちょっとかっこよかったな。うん、ちょっとずっとやってたらさ強くなりすぎてるウケんだけど、マジで一撃なんだもん、だって技見れない、必殺技見れないっていう、奥義全然見れねえのすげえじゃん。はい、ということで一応詳しくは概要欄に載ってますんで、よかったら遊んでみてください。よろしくね、見てみてね。はい、今日はその辺でした。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。最初の楽しみもまたね。